アンドレ・クート・アンドレ・クート、アンドレ・コートは、ポルトガル人のレーシングドライバー。現在は、マカオに在住。親は建築家で、その仕事の関係上マカオで育った。そのため、マカオグランプリ、ギアレースなど、ドライバーとしても、マカオのライセンスで走ることがある。1991年にカートレースにデビュー。1995年に、 フォーミュラ・オペル・ユーロシリーズで4輪レースデビュー。この年は F3 未経験ながら地元のマカオ GP に出場する。1996年にイタリア F3 選手権にステップアップし、ドイツ F3 選手権にも出場する。1997年は前年に引き続きイタリア F3 選手権に参戦し、シリーズランキングに位。1998年には、 国際 F3000 選手権にステップアップ。ただ F3000 では1998年にベストルーキー賞を獲得したもののその後伸び悩む。しかし2000年のシーズン終盤には地元の F3 マカオ GP で念願の優勝を飾る。2001年に初来日し、全日本 GT 選手権と全日本選手権フォーミュラ、日本の両シリーズを戦った。 2002年にはヨーロッパに戻り、ワールドシリーズバイ日産に参戦したほか、2003年にはヨーロッパツーリングカー選手権に参戦している。2004年に再び日本に戦場を移し、以降は全日本 GT 選手権、スーパー GT にトヨタチームサードから参戦していた。2015年はゲイナーにて、千代勝正とサードドライバーの富田隆一郎と共に、 スーパー GT GT300 に参戦。2回の勝利を挙げるとともに、全レースで安定した走りを見せ最終戦を待たずに、シリーズチャンピオンを獲得した。2016年は、千代勝正が GT500 に参戦することを受け、前年サードドライバーであった、富田隆一郎とコンビを組むことが発表された。なお、年には、 第34回インターナショナル国家 1000km レースで総合優勝を記録している。また、2005年2006年は、マカオ GP の WTCC 最終戦にゲスト参戦している。変わったところでは、2006年に行われた第13回、トカチ24時間レースにおいて、トヨタ自動車が初めて実戦レースに持ち込んだ。 ハイブリッドレーシングカーであるレクサス GS450H、AH、を平中克行、佐賀博則と共にドライブした。国際 F3000 選手権フォーミュラ、日本ワールドシリーズ by 日産。ありがとうございます。